はい、こちら、僕もちょっと我慢してたんやけど、触れたるわ。あのね、オリンピックのね、例えば柔道とかでね、おかしな審判やという言い方をする人がいてんねんけど、おかしいやろ審判っていう人たち、あなたたちどれぐらい柔道とかその競技に詳しいのんっていう話なんですよね。これ例えばね、国際大会やな、国際大会で、審判やるにはやっぱり、知識と経験と、それを認められた人しか審判はできない。で、特に柔道で、おかしな審判やとかって言うんやったら、これね、例えば日本の柔道協会かなんかが、日本の柔道協会がおかしな審判やって言うんやったら、日本の柔道協会がね、それやったらもうオリンピックに出るなよって。オリンピックに、でこれはね、選手が言うことじゃない。まずは選手が言うことじゃないし、外野が言うことでもない。外野の人はやな、テレビでオリンピック見てる人たちは当事者じゃないやんか。で、審判に不平不満があるんやったら、審判にね、不平不満があるんやったら、もしかしたら僕言うてるかもしれんけど、柔道の漫画やったやわらやな、平成頃に始まった、人気あった、やわらっていうね、漫画で、猪熊やわらのお父さんやな、おじいちゃんが言ってるけど、言うててその通りやと思うけど、柔道で審判がムカつくんやったら、選手は一本勝ちで勝っていったらやねん。柔道の一本ってどういう基準なんて言ったら、相手の背中がついたら、相手の背中がね、技をかけた時に相手の背中が地面についたら一本勝ちやな。でそれが背中じゃなくて肩越しに落ちたりすると、例えば有効とか技ありになんねんけど、もうね、こういう風なことでね、悪いけどね、わけの分かれへん人たちが、わー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 文句言うんやったら、あなたたちが行って文句言うてこい。ネットでわめくんじゃなくって。それと、あと、まあ、今回開催国がフランスになってる。フランス。フランス人の本質を分かってないやろって。フランス人の本質を。フランス人の本質が分かってる人たちはね、こんなことは言えへん。で、柔道の選手も、もう、一本勝ちオンリーで勝負した方がいい。背中がついたら間違いなく一本やん。な？技あり、ね、肩口から落ちたりとか、一回ワンクッション置いてから背中がついたりすると、まあ有効やったりすんねんけど、やったらもう一本勝ちしかないねんから。んで、審判がおかしいっていう言い方は、やっぱり、それは言うべきじゃない。専門家も言ったらがん。野球でもそうやし、どんなスポーツでもルールがあって審判がおるわけやん。例えば野球なんかやったら、プロ野球なんかやったら昔よく言われてんけど、この審判は
ストライクが厳しいみたいな言い方すんねやんか。この審判はストライクが厳しいみたいな言い方すんねんけど、そうやったら、ストライクが厳しい審判やったら、わかりやすいストライクの取り方をしていって、それをなんとかすんのんが、こういう選ばれた選手の宿命やねんって。例えばね、ボクシングなんかであるホームやな、サッカーでもあるホームとアウェーやったら、今回のオリンピックは間違いなくアウェーやん。フランスでやってんねんから。フランス人が日本の柔道の何を分かってんねんって。そもそもやけどね、フランス人が日本の柔道何を分かってんねんって言うんやったら、まずはこの柔道着を白色にしてから言えよって。白にしてからや。これを青色でもええ言うたんは日本の柔道協会やろ。ちなみにやけど、国際試合はあるけど、剣道とかあるよな。日本の競技である相撲とか、剣道とか、青色の服なんか着てへんやろうが。わかりにくいからって言って。それを折れたんは日本の柔道協会やん。それで、ああでもない、こうでもないって言うんやったら、日本の選手はもう、柔道は日本国内だけでやっておくべきやろ。日本国内だけで。日本国内でやって、外国から誘われてもやん。日本の柔道は、日本の国技やから、外国ではやりませんと。で、どうしても、日本の柔道が世界の大会でやりたいんやったら、審判は日本人がしか出せんと。審判はね、日本人しか出しませんと。いうことをきつく言ってや。柔道着も白色にしてから出直してこいや、おい、みたいなことを、やっぱり言わなあかんて。で、特にネット民の人って頭悪いよな。ネット民の人は頭悪いからやねんけど、文句を言うな。文句を言うな。審判が正しいか、正しくないからでも、審判の言うことは、スポーツではそれは OK やねんから。確かに間違いはある。間違いはあるやろうけど、それを言ったところで結果は変われへんねんから。結果はな。やったら気持ちよくや。日本選手は一本勝ちだけしていったらいいねんて。今の柔道選手、僕代表知らんねんけど、昔、ちょっと前のね、ちょっと柔道がめっちゃ強かった頃やな。日本の柔道が強かった頃の選手は、みんな一本勝ちを狙ってたはずやねん。文句なくやん。誰が見ても一本勝ちでしか勝負しない人っておったはずやねん。いつからかなんか知らんけど、柔道が変な格闘技みたいになって、こんなことが起きんねんて。あのね、もう一回言うけど、公平か不公平じゃなくって、審判のジャッジすることは、それはもう、ルールとして、それは飲まなあかんねんから、そこに文句言うのはやめようや。頼むから。確かに言いたいことはあるやろうけど、それを言いたいんやったら、言って言え。言って。もしくはやん。日本の柔道協会かなんかが、日本の柔道協会かなんかが、フランス人の、な、フランス人とかの審判がおかしかったら、日本の柔道協会がや、私たちはあなたを審判として認めませんと、正式に文書で通告しろ。で、その人がどうしても審判する試合は、全部棄権しろ。それぐらいしないと世の中は変われへん。この柔道着が青色になった時点でや。ほんまにね、なんやろ、弱い奴らって言い方になんねん、こういうのがな。スポーツで言う弱い奴らに限って文句ばっかり言うねん。ほんまに強い選手は文句言えへんやん。結果が全てやから。
審判にな、審判の印象がいいか悪いか、審判のね、審判の印象がいいか悪いかも含めて、それもスポーツの一つや。で、それが納得いけんにやったら、今すぐ日本柔道協会の選手は全員すぐ帰ってくるべきやろ。このジャッジには納得できんから、もう全員で帰りますって言って全員で帰ってきてや。国際大会も日本人でしかしませんと、全部断って帰ってこいって、うん、それでな、世界に柔道する人がそんなこと言わんといてくださいよって言って初めてもう一回やり直せ。日本の国技で、ね、日本の国技でやん。相撲やったかな。相撲の行司さんって、あれ確かね、相撲の行司さんってね、体のどこかにね、小さい刀かなんか持ってあんねん。相撲の行司さんは、小さいね、小刀みたいな持ってあんねん。日本の相撲は。なんでって言ったら、相撲の行司さんが間違った判断をした場合は、自分で切腹するつもりも覚悟もあるっていうことで、相撲の場合はね、自分の審判がおかしかった場合、責任取って自分でやで、切腹や腹切りするからっていうことで、日本の相撲なんかの場合は、審判の人が小さい刀持ってるはずやねん。今はルールが変わって持ってないかもしれんけど、昔は持ってあったらしいね。それぐらい相撲の審判っていう人は間違いないっていう前提やねんけど、それでもやっぱり揉めることってあんねやんか。やったら日本の国技やねんから、柔道が日本の国技やって言うんやったら、日本の審判を出すか、今の状態を気持ちよくやん、受け入れてな。確かに納得いけえな、選手が一番納得できひんねんて。けどやん、それも言うと悪いけど、一本勝ちできひん自分の力のなさっていうのを感じてやん、帰ってくるしかないねんから。これ毎年っていうか毎回やってるよな。なんか世界大会の野球、サッカー、バレーボール、なんかあったら文句ばっかり言ってる人ばっかりおったりとか。サッカーによく見られるけどやで、特殊センサーでこれがどうとかこうとかとかってわけわからんような話ばっかりしてるけど、気持ちよく勝ってこいよって。気持ちよく勝たれへんにやったら、スパーンで負けてこいやって。ちょっと思うよな。こんなことばっかり言うててもやで、こんなことな、こんなことばっかり言ってても、何にも解決になれへんやん。で、しまいには、外国の人にバカにされんねや、今の日本人は。日本って言われるけど、先進国じゃないからね、今。日本は。先進国じゃないから。うん。で、柔道協会のやつがムカつくんやったら、まずはこの柔道着を白色にしてから言えよって。白に。その方がもう気になるわ、ほんま。